Welcome back to the Three Chronicles. We have one dragon left. A white dragon? I don't know what is his name in English. English. So let's do it. 上の様子がどうもおかしいぞ。なるほど。上の様子がどうにか何かおかしいらしいから。それを、find out といたしましょうか、じゃあ。よしよしよし。さあさあさあ。100年前ほう追いやられたってことかい、うん、なんか前にもそんな話を聞いたような気もしなくもないけど、別のもう一つの世界聞いたのかな、うん、でっけえな天竜、でかくねえか、ほらよく手に、なんか足にも及ばねえぞこいつは、なんか我によくぞここに考えた。我らもだ。お前たちが神の匂いを入る仕掛けだろうか。試させてもらうぞ。さあ、来るぜ。来るぞーイエーさあ、行くぜガンガン行くぜ天竜、ホワイトドラゴンっていうのは知らないけどね。イングリッシュバージョン。イングリッシュバージョンですほら。さて、敵の属性は白だけれども、白で山猫との相性がいいかと思うけれども、まあ余裕をぶちかましていれば、まあ、ぶち殺されるから、まあ覚悟っつうか、まあ注意しとけや、しといてくれや、しといてください。いえ、ホワイトブレス。72万そこそこだね。まあ今はまだ大丈夫です。とりあえず、まあちょっとフィールドがやばくなってるから。あれだね、あちょっと黒目にしなきゃ、無の境地。これはボーグルカップか、魔法ボーグルカップか、じゃあエレメントがあんま効かなくなってことだね、しょうがない。でもロケットアーム、これは物理エレメントが多少は効くんじゃないか、知らんけど。おりーわっしょいわっしょいはっわっしょいわっしょいうらーでも次もう いや誰もいねえから、もうガンガンもうね、あれもうガンガン行くぜ、ガンガンもうね、負けながら行ってるね。カーシュがやばい、ポーションないから、ポーションそれ隠してね、やばいね、やばいね、めっちゃクソだね。ははは、お兄さん、ちょっとなんか持ってないですか、うどい、まあ、大丈夫だ、こんぐらいだ、うえぇ、あとヒーロインとか、ヒーロインと言うんですか、あ、緑でカーシュは直接も失礼、マナゴール、あ、これはまずいな、これはまずいな、エレメント多分 1.5倍か、そう 1.5 万ですよ。つうことはちょっとあし何かいい、グラビト、まあ、とりあえず黒にしとけ、とりあえず黒にしとけよ。これなんか次あたりにヤバい攻撃が来たら気がする。ホーリーライト、あ、まだか、わっしょいはっわっそれそわそれそれうらーヘイボーイパン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 、グライドフック、あと次あたりに来る、だからそれを逃してヘイボーイストックというわけですね。ホーリーブレス、ほーマジっすか、マジか、これはちょっとまずいな、いけるか、回復、ちょっと待って、お前ら死ぬよ、しょうがねえ、あーリカバー使っとくかじゃん、まあええだろ、まあ大丈夫だろ、まあ白がいっぱいあるから、まあ1個あってもなんかあんねえかあんねえって、多分、まあ、とりあえず回復だね。でその間にギャダラン君、ちょっと最近あなた攻撃早すぎですよ、あんた、おお、カーシュどんだけ好きなんだお前は、痛いかな、痛い、ああ来るぜ、あっそれわっそいわっそいはっわっそいわっそいはっ、ほらー回復しとけや、とりあえず、さあさあさあ外したか、まずいな、うい、うん、どうする、シャンセンスティブ、センスティブ、何言ってんだ、何、全員
まあ、全部じゃないか。なぜ2回使ったこいつ。俺ここまでバトル長めかせた経験がないんだよ今ところ。まあ何か、まあ気をつけなければいけんぞ。これウェボン。おいいねいいね。一気に決めるか。ギャダラン、ギャダラン、なんかあれ使っとけ。ヒールウィンドかなんか持ってたら使っとけ。またカーシュ、どんだけだよカーシュ。もうめったくせやんけ。もうほらあんなダランとしてますよ。ダラオですよ。わっそいわっあっそいはっわっそいわっあっそいヘイ。オッケー、レッツゴー、いくぜ。外すな。よし、ホワイトブレス。さーて、ここで山猫の新必殺技をどう言いますでしょうか。行くぜ、ゼロエタン、すべてを無に返す。さあ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 、はあ、はあ、これすげえ、めっちゃかっこいいベースかも。79出すか。ここあーてかマナーコールの効果かな多分。よし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 、わチービー機がすごそうだな。パッパラーン、バラババーン、バーラバ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 ラ。お前たちの力を認めよう。まあ、天竜の感を与える。白龍神の祈りを手に入れた。セレムが消滅、次元の扉を開いた。六龍の真の感を得て、神の願い、次元を超えていくのよ。さらばじゃ。かっこよかったな。うん、いや、that's pretty much。さてさて、どうしますかね。とりあえず次に行くべきところに行きましょうか。なんかある。はい、さよなら。で、6体の竜全部倒したから、行ってしまったね。去っていった。戻ってきたぞ。なんだ、偉い騒ぎだったのか。まあいいや。なんでもないっすよ。なんでもないっすよ。で、次に行くべきところは。ここで合っているはず。I believe。で、行きます。ガルドーブに、そう、ガルドーブ、こっち側の世界のガルドーブに行ってから、なんだ、あの変な村長みたいな人にさ、なんだ、竜の涙のかけらを見せて、で、それで話しかけると、なんか相手もらえるから、じゃあそれでちょっともう一つの世界のガルドーブに行きなさいってなんか、言われて、で、今こっちの世界に来たっていうわけですね。ふと思ったんだけどさ、あのね、ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。この、左上のさ、これじゃねえや、こっちこれ。これか？こうか。そう、これずっとね、忘れてたんだよね、この左上のやつ。これあったのわかりやすいよね。と思ったんだけどさ。いや、俺昔さ、言ったか忘れたけどさ、なんだ。俺もホームとアナザーなんかややこしくなっちゃって、なんかこっちがこっちのイベントだっけってなんかすごいなんかね、ごっちゃごちゃになって、なんか、まあ、ややこしくなったんで、ね、まあ、せめてまあ、まあ、これだったら多少は分かりやすくなる。多少ね、知らんけど、まあ、基本的にはあの、ホームワールドの方が音楽が明るいって感じだよね。で、ホームワールドの方が明るくて、アナザーの方はちょっと暗めっていうかまあ、まったり、淡々としてるような感じなんで。そんな感じやな。
まあそれで、まあ音楽の違いでは見分けることもできるけど、まあテレミナに関しては別だけど、テレミナはちょっとホームアウトされてるけど、なお兄さん、これだよこれ。巫女の紋章？それは私が神だからです。なんでもないです。はい。行きます。入ります。デート。おっすおっす。約束通り。約束通り。約束なんてしたかしら。ああ、なるほど。さあ、仲間になった。多分もしかここはなんだ、その六竜の竜のイベントを終わらせる前に来るべきなのかな多分で、それでなんか多分その6匹の 6体のドラゴンの加護を得たら、まああなたに力を貸しますよみたいな、そういうあれなんじゃね多分で、それで今来たからまあ約束通りみたいな、まあ、本来ならもうちょっと前に来るべきだったんだろう。ああでも問題ないだろう。結果的には竜の涙かぎられたね。どこだい、これかい。伝説の秘宝の一つ、相手の精神を入れ替えて体を乗っ取ることができるな。不思議すぎるな。そんな力あったらね、恐ろしいですね。もうイケメン、超極上イケメンと、まあ、体を乗っ取ってなんかはははみたいな。いや別にどんなね、いやめんどくさいよそんなことはめんどくさいよ。まあ自分の体は自分のものですね。でどこに行くかというとここです。